やもうタイ人のお客さんばっかりですね。前は中国人ばっかりでしたけど、ちょっとですね、大瓶2本飲んだんで少々一度お手洗いの方に行きたいんですけど、よろしいでしょうか。ちょっと皆さん、ここで彼女の顔を見ながらお待ちください。ラニネナマハイフレンチフライ。ワンワンかな。このストラにスマホ預けて撮るよ。はい、こんにちは、西周です。今日の動画はですね、以前ライブ配信した動画の再編集版になります。今回再編集したのは、僕がですね初めてライブ配信した時の動画です。初めてライブ配信したのが2020年の9月13日、場所がですね、ラチャダ鉄道市場です。ガイドブックにも載るような有名な市場でして、隣のビルの上階から撮った写真が、インスタ映えするということで非常に有名です。で、この鉄道市場なんですけれども、2021年の7月末で無期限一時閉業と、いうような知らせが出ました。一時閉業っていう言葉は使われてるんですけれども、今日のですね朝、僕ライブ配信で見に行ったんですが、かなりもうほぼ全店舗撤退しておりました。荒廃した後の場所みたいな感じになってまして、これは観光客が以前ぐらいにですね戻らないと、なかなか再開っていうのか目処は立たないのかなっていう感じに見えました。そこまで一等地をですね寝かしておくのかなとかっていう、僕ももう疑問もあったりして、ひょっとしたら何かに使われるんじゃないかというようなことも思っております。僕もやっぱ思い出なんで、初めて YouTube ライブやったとこなんでですね、ぜひ再開はしてほしいんですけれども、無期限一時閉業ということで、ちょっと第1回目のですねライブ配信の動画を再編集して1回残そうかなと思った次第です。3時間17分に及ぶ初ライブでした。それをですね編集して約50分にまとめてます。見やすくしましたので、僕の第1回目のですねライブ配信ぜひご覧ください。ラチャダ鉄道市場、本当にもう盛り上がっている最後の映像になると思います。これはじゃあそちらご覧ください。聞こえますか声。こんばんは。まだこっち明るいですけども、今予定通りですねラチャダの鉄道市場来ております。なんか後ろが見える方がいいかなと思って、2階席に今いるんですけど、大丈夫ですか。ちょっと僕今リオビール飲んでます。まだ暗くなってないんで、まだちょっとねお客さんもまだ少ないんですよね。ちょっと見せましょうか。どんな感じか。こんな感じです。今、まだあんまり人がちょっといないので、これがねもうちょっと暗くなってきたらいい雰囲気になると思うんですけども、誰もここお客さん来てないんですよ。まだ僕だけ貸し切りで、これ今一人で飲んでます。誰もいないんで、このライブでお話ししていただける方だけが僕の相手をしてくれるというような状況でございます。ビアリオうまいです。鉄板のビアリオです。今でここ来る前にちょっと回ってきたんですけども、やっぱり以前はね中国人向けのお店というか、中国人向けにやってたような感じの店も、もう今はもう完全にタイ人客向けにシフトして、ムー型の店が今だいぶ増えてますね。もちろんもう外国人客ほとんどいないので、在住の人は来ますけど、もう奥の拡張した場所はですねもうほぼ店がクローズしてました。また後でちょっとそこも見に行こうかなと思うんですけども、だいぶ様変わりしたかなという感じがします。ちょっと周りも見てもらいましょう。こんな感じですね。今ちょっとどんどん店が開いていってるような状況ですね。もう130人の方見ていただいてる、ありがとうございます。ちょっと僕初めてのライブなんで、よく分かってないまま始めてます。なんか不具合あったら教えてください。今のところ多分大丈夫だと思うんですけど、そうなんですよ、それ言わないといけない。実はちょっと、僕は旅行会社をですねタイでやってまして、僕自身の会社なんですけども、今旅行業なんで、どこもダメで、うちも旅行業の収入はもうほぼない状況で、なのでちょっとオンラインツアーを始めようかなと思ってます。いろいろ今企画してるんですけども、ちょっとマニアックなとことかですねオンラインツアーでご案内しようかなという企画を今考えてます。それをですね、タビカっていうオンラインツアーをこうやっているところを利用してですねやろうかなと思ってまして、で、今月ぐらいからちょっと月1回か2回ぐらいで始めようかなと思ってます。
あ、たくさんもう170人も来ていただいてる、ありがとうございます。なんかいつも動画撮ってる時はこうやって何も意見がないので僕一人で喋ってるだけなんで、なんかあんまり笑顔ないかもしれないんですけど、こうやって人とやっぱりやり取りすると楽しいですね。ビールもあるし、あ、夕焼けね、夕焼けちょっと見えるかな。ヤクパイタイラン、僕も日本行きたいですよ。日本帰れないし、今僕の運転免許証が本気で失効しそうなんで、もう来年の1月で本当に終わっちゃうんで、やばいなと思ってるんですけど、海外に住んでたら失効から3年猶予あるんですけど、その3年ももう終わろうとしてるんで、本当にもうこのまま日本行けないと僕の運転免許証が失効しちゃうっていうような状況になりかねないんですけど、今更またね教習所とか行って取りたくないですからね。これ YouTube のあれ引っかかんないのかな、著作権 BGM 大丈夫かな。まあもう200人超えた。僕まだヘベレケじゃないですよ、これまだ飲み始めたばっかりなんで。今日の当てないです、何にも。ただビールしかないです、これしか頼んでないです。これで100バーツです。なんかお客さん誰もいないし、ここ行きたくて死にそう、ね、まあ、そういう方多いんだと思いますね。本当もう今年の3月から4月か3月4月から入れなくなって、もう7ヶ月ぐらいねタイに来れない状況続いてますからね。スパチャマークがないですよ。本当ですか。そのどうやったらいいかよく分かってないです。 YouTube ライブ初めてなんで、なんかよく分かってないですね。いや多分これ夜になってライトつくとカラフルになると思うんですよね。今まだ暗くなってないし、で多分ライトがついてないと思うんですけど、今日は初めてなんでちょっとメジャーなところにしてみました。一発でタイの雰囲気を感じてもらえるのがここなのかなと思って。そうですね、撮影現場このビルです。これのこの辺から撮影すると、インスタ映えする写真が撮れるんですよね。まあなんかこういうタイっぽいところの方が最初はいいのかなと思ってここを選んでみました。まあ僕自身もねまだ久しぶりに来たんでちょっといいのかなと。ああ、いいですね。夕日見えるかな。もう夕日は見えないか、まあ、もう夕日は見えないかね。大集合したいですね、皆さんで集まりたいですよね。なんかで去年の12月に1回食事会、12月の30日だったかな、ガイアンガで有名なチャンピオンレストランというところでオフ会みたいな食事会みたいなのして30人ぐらい来ていただいたんですけど、もうそれ以来やってないですね。あ、東京涼しいんですか。いや東京も僕2015年から行ってないんで、もう5年ぐらい行ってないですね。ちょっと久しぶりに行きたいなと思って。僕東京の高円寺に3年ぐらい住んでたんで、久しぶりにちょっと行きたいな、あの辺で。タイ、バンコク在住の人って見てんのかな。バンコク在住の人います。あ、昨日行った。あ、昨日行ったってことはバンコク在住ですね。あ、バンコク在住の方もいるんですね。あ、トンロー住人がいた。トンローからですか、ありがとうございます。なるほど、バンコク住んでた方もいるんですね。まだ貸し切りです。誰もだ、あ、誰か一人。 あれ店員です、ね、あれは店員です、お客さんじゃないです。タイの引っ越しは1、2、3、4回目です。どの辺が住みやすいのか、やっぱりまあみんな好きなのはスクンビットですよね。僕は好きじゃないんでスクンビットあたりは住まないです。タイ全土でどこが好きかな。でも南部とか好きですけどね、あんまりみんな行かないですけど。すごい、あ、本当だ、300人ってすごいですね、ありがとう。わあ、タイに行った経緯、あ、タイに行った経緯ね、またなんか動画あげます。あんまりここで喋ると長くなっちゃいそうなんで。半沢直樹が始まる、あ、日曜日って、そうなんですね、半沢直樹が日曜日なんですね。全くそういうの疎いんで分かんなかった。半沢より西尾さんでしょうって言ってくれてるだけで嬉しいですよ、ありがとうございます。これでもね2本目飲んじゃうとこれ歩きに行くのがちょっと遅くなっちゃうんですけどね。でもまあちょっとたまにこうやって見せましょうか。あ、だいぶ良くなってきますね。こんな感じですね、今ね。すごい綺麗ですね。あ、ちょっとレンズ汚いのかな。ね、映えてきましたね、だいぶね。本当はだから真っ暗になったらね、ここ行ってね、上から撮った方がいいんでしょうけど、ビール飲みすぎると多分上まで行くのが億劫になりそうな気がしてきますね。え、340人もいるんですけど、こんなんで楽しいんですか。ちょっと本当に案内しないとまずいんかな。下見たいですよね、ちょっと見に行きましょう。とりあえずね、一回行きましょう。
伸び台は1本100バーツです。ちょっと僕の顔ばっかり見ててもね、しょうがないんで、ちょっと向こう向かせますね。ちょっと今からあのラチャダナイトマーケットの雰囲気を楽しんでもらいます。一応僕コメントは見れてますんで、なんか質問あればおっしゃってください。もうタイ人のお客さんばっかりですね。ここはね、手づかみのなんかお店です。まあ前はあの中国人のね、向こうに見えるのがあれですね、ムーガタです。あっちがムーガタですね。前はあの中国人ばっかりでしたけど、外国人は全くいないですね。日本人いんのかな。でもここの辺とかも全然お客さんいないですからね。何あれが。あ、ここもね、ムーガタになってます。串焼きもありますよ、ムーピンね。ここヤムのお店ですね。もうタイ人にチェンジしてからムーガタになったんですね。あ、寿司あった。ここ寿司屋です。これはフルーツか。ムーガタはね、やっぱりタイ人に人気ですからね。チムチュム、あ、焼きそば、焼きそば。まあね、前はみんな、前はね、この辺ほんと人だらけで歩けなかったですけど、まあ今は普通にあの歩けますからね。もうタイ語しか聞こえてこないですからね今。ここのバーもね、全然人いないし。この奥が拡張されたエリアなんですよね。でもここがもう悲惨ですよ。もうここが最悪ですね。前この辺も中国人の団体客でもうぎゅうぎゅうなってたんですけど、全くもうタイ人すらいないっていう。ここのこの拡張エリア、ここ多分タイ、あの中国人向けに拡張されたエリアなんですけど、ここがもう終わっちゃってましたね。もう完全にもうバイクの駐車場になってますから。前はあのこのスペースのお店あったんですけど、全然なくなっちゃいました。この辺ももう中国語でやってるとこも全然ダメですね。そうですよね、日本もそうですよね。もう中国人に頼っちゃった店はやっぱダメですよね。だからもう完全にこのラチャダの鉄道にしてもタイ人にシフトして生き残っていこうというような感じになってます。ちょっとこの中も入ってみましょうかね。あ、こっち入っていこう。まあ、ここの通りはまだちょっとタイ人が多いかな。そうそう、タイ版 GoTo トラベルも今やってますけどね。もう半沢直樹始まってるのに相変わらず400人近い人が見てくれてるとはありがたい話です。社長ビール足らないじゃないですかっていうか、一応これやるために今日来てるんでね、これやらないといけないですよね。ね、ここももうこんな感じになってますね。今日は日曜日だから少ないっていうのもあるのかもしれませんけども、前来た時もうちょっと行ったような気がしたんだけどな。っていうこんな、まあ最盛期中国人がいっぱい来てる時のこの鉄道市場見てる方からすれば信じられないような光景だと思うんですけど、今は多分ね、チャットジャックも人が少ないと思いますよ。僕ちょっと最近行ってないですけど。どこかで座って飲んでください。まあ一応ちょっとね、この雰囲気を
お伝えしてからどんどん視聴者の方がどんどん増えていって、なんかのんびり座ってビール飲めないんじゃないかっていうぐらい、ちょっとまあでもこんな感じですよ。今これがタイの現状です。多分だから賃料も下げてると思いますよ、うん、まあ、あの予想ですけど、当然イケイケの時みたいな賃料取れないと思うんでね。こういうとこも全然人いないの。あの外国人入れるために何だっけね、240日間のビザみたいなのを発給するみたいな、プーケット、まあ入国はプーケットだけに限定してそういう施策をやろうとしてるみたいですけども、結局あれでもう14日間は隔離しなされますし、まあ、実質上簡単に来れるようなビザじゃないです。あ、270日、まあごめんなさい、270日ですね。はい、270人入れるって言ったって2週間隔離されてどうだこうだってなったら誰もそんなにか来ないですよね。まあ、この辺も音は賑やかですけどこんな感じですよ今。これあんま店の名前言えないんですけど、実はあのアルコールが出したらいけないっていう、まあコロナの時そういうあれがあったんですけど、実はこの中で1店舗だけその機会にアルコール出したとかあって、僕そこにちょいちょい飲み行ってたんですよね。名前言っちゃうとちょっとまずいか言わないですけど、そこがタイっぽいなと。まあでもね、タイ人、まあまあ、あの以前のような状況がちょっと異常だったんで、あの中国人が殺到してる状況が、まあ普通のマーケットってこんな感じなんで、まあ賃料さえ下げてくれればやっていけると思うんですよね、多分。カオさんも浸透、僕もね、カオさん長いこと言ってないですけど、浸透してるみたいですね。すごいですね、なんかどんどん増えてるんですけど、見てる人。一周しましたね、ちょうど。駐車場登る？登った方がいい。登る、あれめっちゃ高いですね。あれだってあの上ですよ、あれ。ここか、ここですよ、あれ。あ、誰もいないね、やっぱり。前はあのあそこ、ここか、ここの辺りにもう人がうわーって群がってたんですよ。今は誰もいないですよね、あそこから写真撮っても。まあでもね、あれ上から見るのは、まあ、いっぱいみんな写真見てるからどうなんですか。それでも見たいんですかね。インスタ見たら山ほど出てますけどね。やっぱまあそれでも見たいっちゃ見たいですよね。ここのビール屋いっぱいビール売ってるんですね、ここ。そう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 、ここね、ここめっちゃビール売ってるんですよね。なんか買いますか。買ってもな、どこのか飲むとこないしな。ちゅっちなんかあのあんな無形で飲むのもな、どっかバーみたいなとこ行くか。ここで一人で飲むのつらいな、これ。こんな無形とか、ここちょっと辛くないですかね。持ち込みは多分 OK なんですけど、ここで一人で飲むの、これこの中で俺一人でムーガタつきながらスマホ見ながら喋ってる、まあいいんですけど、なんかもうちょっと当てっぽいとこあるとこがいいですよね。450人ついてますね。確かに確かに、まあそうなんですけどね。なんかどっかないかな、良さそうなとこ。バーがいい、なんかね。でもこういう雰囲気見た方がいいですよね、多分見てる人は。っていうか僕ちょっとその前にあのちょっとですね、大瓶2本飲んだんで少々あの一度お手洗いの方に行きたいんですけど、よろしいでしょうか。すいません。トイレまではライブできないですからね。ちょっと皆さんライブしてる時どうしてんのかな。トイレ行ってる時あのスタッフの方にはスマホを預けますんで、あの安心してください。ちょっとスタッフいます、多分お金徴収してるスタッフがいるはずなんですよ、入り口で。その人にスマホちょっと見といてもらって、あのちょっとだけ言っていいですか。ごめんなさい、本当にすみません。これたあったトイレありました。すみません、本当申し訳ない。ちょっとここでお金払ってですね、ちょっとティニーダイメン、これちょっと皆さんあのここで彼女の顔を見ながらお待ちください。タオライ、タオライ。三番呢？嗯，最棒了，那番。最棒了，那番。对，对对对对。最棒了，那番。对，广广一回，广广一回。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 广广
彼女の笑顔を見ながらお待ちください。はい、戻ってまいりました。すいません、お待たせしました。じゃあちょっとどっか入りますね。あ、早いでしょ。いや、待たせちゃいけないと思って、そこ帰ってきましたよ。トイレ行って増えてますね。びっくりしましたよ。手洗いましたよ。洗いましたよ。洗いましたよ。消毒はしてないですけど、手は洗いましたよ。まあ、だいたい一周回ってきたんで、また上からちょっとね、上のバーに行って、バーじゃないけど、レストランに。だいぶでも人増えてきたな。古着屋さん多いっすよ、ここの辺。なんかこんなん持ってますね。招き猫売ってますね。店によって開いてる時間違いますけど、僕最初にビール飲んでたとこは1時まで開いてるそうですね。ということで、また同じ店戻ってきましたけど、そこでいいですかね。はい、また戻ってきたんかみたいな顔をされましたけど、トイレで増えたの、なんかあのおばちゃんがなんかやってくれたんじゃないですか。はい、またじゃあちょっとここに戻ってきたら、まだ誰もお客いないみたいな。誰もまたいない。貸し切りっすよ。人いないっすよ今。もう向こうはいますけど、なんで向こういるんだろう。でもこっちの方がね、雰囲気はいいんですけど。さっきのあおビア、ちょっとビール買うか。ビアちゃんなんかちゃんか。ラニネナマハライか。フレンチフライ、マッチ、あ、反対。反対やろうやない。ソンタムロ？ガイアンは。あろうよ。あ、ガイトーね。あ、じゃあガイトー。あ、さあ、ガイトーか、ビアちゃん。はい。いきなりまさかタイ料理食べようと思ったらフレンチフライおすすめされたっていうね。あ、後ろに。初めてお客さん来てます。まさかおすすめの料理聞いてフレンチフライって聞いて、すげえな。お前すすめんのフレンチフライなんだ。なんかもう今から街頭とかちょっと心配なんですよ。あ、なるほどね、フレンチフライ作り置きがあるから。確かにびっくりしました。あんま料理来た、いや、あのフレンチフライって来た瞬間ちょっともう、あ、これやばいなと思って。相変わらず唐揚げ大好きですね。もう唐揚げ、まあ、あのポロフライドチキンのね動画でも言いましたけど、唐揚げは大好きです。こんなに客いないのにチャンビール持ってくるのかな。めちゃくちゃ遅い。タイは何度すかね今。あ、ビール来た。でも なぜか向こうの方が早い。あれ3本とも向こう。うち来ないですね。どなた。どっか行っちゃいました。あ、向こうで忙しいんですね多分ね。飽きたということで来ました。ビールが来ましたので、アイスないですね。まあ、アイスないのはタイではデフォです。はい、じゃあまた乾杯。ああ、チョンゲヨ、チョンゲヨ、乾杯、チョンゲヨ、乾杯。あ、めっちゃ人増えた、後ろ。後ろはお客さん団体で。こんな、だって2組しかいないのに、なんでこんな席が隣接してるんだっていう話ですよ。ソーシャルディスタンス関係ねえみたいな。めちゃめちゃ向こう団体で、こっち1人ですからね。バリ近いですよ、これ。もうこんな感じですからね。超宴会始まりますよ。料理も遅いですけど。別に向こう行ってもいいんですけど、僕が避けてるって思われるのも嫌じゃないですか。だからもうどっちかでちょっと友達になるぐらい、どっちかでちょっと喋りかけようかな、あとで。ちょっと向こうも先入ってきたら、後ろのお兄ちゃんカメラ目線です。まあなかなかタイ人が飲んでる姿を後ろに見ながら飲めんのもなかなかないんじゃないですか。僕も今こうやって画面見ながら見てますからね。なるほど、映りたいから。あ、フレンチフライ頼まないから。そんなアホなの。なんか若い子です、だいぶ若い子。どうなんでしょう、多分どっか遊びに行ってたんじゃないですか。街頭と忘れてんのかな。いや、忘れてはないと思うんですよ。こんだけ客いないですからね、忘れはないと思うんですよ。
これで忘れてたあの姉ちゃんやばいでしょ。客二組ですから、ね、買いに行った。フレンチフライね、よその店に買いに行ってる。超おすすめしてたくせに。あ、それあるかもしれない。後ろの胎児いいですよね。楽しそう、飲んでます。多分どっか遊びに行ってたんじゃないですかね。コンパ、あ、コンパ、あ、コンパ、確かに三三。いや、カップルだったら隣同士座ると思うんですよ。でも女の子は女の子で、男の子は男の子同士固まって座ってるから、だから友達同士なんじゃないですか。多分20半ばか後半ぐらいです。いや、合流できんでしょう。聞いてみます。ちょっと話しかけてみましょう。チラチラ見てる、チラチラカメラ目線、確か見てるな。なんと友達でした。一人だけカップルがいます。で、一人は弟、そうそうそう、弟です。で、この辺に住んで、まあ、なんかエリアの名前言われましたけど、ちょっと分かんないですけど、この辺に住んでる。解決しよかったですよ、コンパじゃなかったです。まあ、だから、みんなそういう弟とか恋人とか友達とかがこうみんなで仲いいっていうのはタイっぽいですよね。日本じゃあんまりありえないですけど。じゃあどうだ、シロイチェスピチェコン YouTube まだ1分かハローか日本から来ましたって言ってました。絡んでくれました。よかった、邪険にされずで、ね、いいですよね。タイってこういうとこいいですよね。これ日本で喋りかけるとなんかうさんくさい感じで見られると思うんですけど、タイってやっぱりこういうのが距離感が近いなって、ね、これがタイっぽいですよね。こういう緩い感じが、隣の席の人が喋りかけてもね、ちゃんと。で、日本だと嫌がられますよ、多分。絶対変な人だと思いますよ。なんか下心あるんだなと思われますよね。まあ、でもこういう空気になれるとなかなか日本に帰れないですね。あ、じゃあ、バイトートで。後ろが食べてるのは、後ろはヤムママとか。あ、美味しい。まあ、そんなに大。そう、みんなだって500人近い人が見てるって言ったら、だいぶ後ろのそんなに。チューチュー。今YouTube チャンネル教えてくれって言われたので、ちょっと教えます。これで僕もですね、タイで有名人になれるかな。あれ見てくれてます。あれな、ライブ何か。ああ、ほら、あれや。後ろでもライブを見てくれてます。めっちゃ見てますよめっちゃカメラ意識してるし。もうこれで登録者が6人増えましたね。草の根運動ですよ。ああ、こいく僕は奈良か言ったらめっちゃ照れてるし。ちょっとどういうもの食べてるか見ますか。ビデオダメ。はい、大丈夫。はい、こういう感じで、これヤンママの。ヤンママ。あ、ヤンママね。ヤンママ。これヤンママです。はい。パニアニプラ。あ、ヤンマレ。あ、カナムジン。です。パニン。プラニンです。魚です。ミッキーマウスね。ミッキーマウス。こんな感じでみんなプラニン食べてましたね。魚とヤンママとカナムジン。飲み物はチャンビール。チャンビールです。チャンビールとみんなコーラ。コーラじゃない。あれコーカコークです。コーラですね。だから男性はビールで、女性はコーラっていう感じです。
ね、なんか楽しそうですね。トニー会いたらやな。お、サムシバフロ。ไม่ใช่คนไทยนะคะ。あ、じゃあ本当だろ。คนกัมพูชา。え？กัมพูชา。กัมพูชา。カンボジア。ああ。カンボジア。ฮัลโหล。カンボジア。คนไทยคนไทยカンボジアหมดเลย。へえ。で、ทุกคนサムシバフロ。คนไทย3คน。ในカンボジア。おお。っていうことだそうです。カンボジア人とタイ人が混ざってるそうです。びっくりしました。で、彼女は36歳です。だからもう外国人観光客いないですけど、こうやって、でもカンボジア人はいると。ああ、ちょっと乾杯しよう。乾杯しましょう。オッケー。乾杯。ちゃんちゃん。มาจากญี่ปุ่นนะเมืองไหนคะมาจากญี่ปุ่นนี่พี่อยู่เป็นคนญี่ปุ่นมาจาก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 ญี่ปุ่นボーコンだったら面白いなと思ったんですけどね。ボーコンじゃなかった。ボーコンっていう概念がないんだと。またあの別のお客さんが来ましたけど、またあの僕の隣です。なんで僕の周りばっかりお客さんがこんなに集中するんだろう。もう完全に2組の客に囲まれてますけど、で向こうも団体だし、向こう5人ですけど、5名さんです。そして僕の後ろは6名さん。こんなに席空いてるのにおかしくないですか。なんでソーシャルディスタンス関係ないみたいな。なんでこんな近づけるんだね。フレンチフライ頼みますか。じゃあフレンチフライ頼んで、これ失敗しても誰も食べてくれないじゃないですか。僕一人でこれ食べないといけないでしょ。これみんないたらこうみんなでシェアできますけど、あ失敗したと思って、あ思っても誰もねサポートするよ。どうやってサポートしますか。もったいないじゃん、捨てるのもったいないから。なんか僕は全部食べきれないってなんか気が済まないです。あおフレンチフライ、あ回答倒れ、フレンチフライ倒れ、あおかっていうことで頼みましたよ。フレンチフライ100バーツですよ。街灯とも100バーツ、絶対普通だと思いますよ。絶対普通だと思います。いやこれでめっちゃくちゃフレンチフライうまかったら僕ここ通いますけど、フレンチフライって言った瞬間向こうもちょっとほんまに頼むのかみたいな顔してましたよ。だからフレンチフライ食べに来てください。このタイに来る人は皆さんタイ来たらここのお店に、これで超大盛りだったらもう地獄ですからね。ミッキーにポテトあげてください。あげますよ、食べれなかったら。ハロイマイカ、おーハロイカ、ちょっとまたあの喋ってますね。あらがえあトムセーブ、トムレンっていうの頼んだ。超大きいやつ、あれトムレンを頼んで、巨大なあの豚のね、あれ骨みたいなの入ってる。多分味はトムセーブと多分変わんないと思うんですよ。で入ってるもんがこういう何ですかね、あれ豚骨みたいなあれが入ってるやつをトムレン、あれが結構流行ってるんですよね。大きいやつが入ってる。トモコさんがトイレ行った。フレンチフライの特集動画でやりましょう。知りませんよ。バンコクでおすすめのフレンチフライの特集ってフレンチフライ食べ歩いてないですか。分からないですよ、まあ、ここでいいんじゃないですか。ナンバーワンフレンチフライがおすすめって言ったレストラン、僕多分生まれて初めてですから。西尾さんの通りにここにフレンチフライ食べに行きましょう。行きましょうか。行きます。まだ食べてませんけど僕は。フレンチフライを勧めて行ってくるの店はマックだけでしょ。マックでも言わないでしょ。マックでもフレンチフライを勧めて言わないでしょ。多分あれサブですからね。ここで飲み会しましょうか、ね、リボちゃんねやめてるかもしれません。あ本当ですか。登録者4400になりました。今日僕のこと知ったんですか。すごいね。どうやって知ったんですかね、僕のこと今日。
あ、今トイレ戻った。ともこさん、僕もトイレ我慢してるんですけど、ちょっとトイレ行っちゃったんですね。いいですね、気楽にトイレ行ける。フレンチフライの名前にしようって余計分かんないですよね。にしようくださいとか、僕がドキドキしますよ。ともこさん、トイレ行ってましたよ。みんなトイレ行ってる。西尾さんもトイレ行ってください。いや、行きたいですけどね。あ、来た。来ましたよ、来ましたよ、フレンチフライ。これ、あの付け合わせがマヨネーズと、これトマトソースでチリソース。まあ好きなもんで食えと。まあちょっとじゃあマヨネーズからいきますか。これ100バーツですからね。まあ普通ですよ。よう進めたなと。店員よう進めたなと。しかも街灯、これも揚げ物ですか。これ揚げ物ですか。これも揚げ物ですか。一人で揚げ物2つはちょっとね。甘いマヨネーズ。しかもこの人らにスマホ預けてね。それいいかもしれないですね。この人らにスマホ預けてトイレ行く。じゃあこの人らにここ置いといて、ちょっと行ってきていいですか。トイレ、この人らの対応聞いといてもらえますか。ちょっと本当にトイレ行ってきていいですか。もしスマホをパクられたら連絡ください。มีภาษาเต็มภาษาญี่ปุ่นเนี่ยรสชาติไทยอะไรวะอร่อยโอ้ยคนอร่อยอ่ะไปดีกิมาซา楽しんでましたかね。帰ってまいりました。無事正解しました。いや本当にもう皆さんにね、スマホを見ていただいてて安心ですよね。これいいですよね。これだったらどこでもライブできますね。僕本人だけが見れないっていう。で、洗いましたよ。フレンチフライ1本しか持ってない。超普通ですね。で、向こうも料理いっぱいありますからね。向こうの方が料理うまそうですわ。フレンチフライ進めれんわ。若尾さん来ましたよ。若尾凛香さん、バスマニア若尾凛香さんがバスって言ってますけど、バスのどこですか。バスでどこ行ったらいいんですか。おすすめ教えてください。ちょっと外の雰囲気も見てみますか。今こんな感じです。さっきより多分人が増えましたね。ちょっとね。そうでしょう。3本飲んだんですよ。僕一人ですからね。でも当てだけはまだいっぱい残ってるんですけど、フレンチフライと、あの街灯とまだ全然減ってない。8本飲む。ともこさん8本飲むんですか。瓶ビール。これを見てちょっと不健康に飲みたくなったんで、いいですね。すごいな、まだ430人もいる。面白いですかね、これ。大丈夫ですかね。面白がってくれてるんだ、いいですけど。面白い、ありがとうございます。見ながら寝そう。僕も、ね、ここの発信しながら寝たらすいません。じゃあ後ろもちょっと変えましょうか、背景を。皆さんのね、だいぶね、後ろの男性陣も酔っ払ってきたんじゃないかな。あ、帯やすいな。新やいか、新やいか。もう太ちゃんまくれ。オープンか。新派頼みました。で、後ろのお姉さんに、あんた太鼓うまいねと褒められました。
だリオ、ジャン、シン三部作です。もうナムケンどうやる？ナムケン、あ、氷も頼みました。氷来ました。こんないらねー、こんな一人でこんな氷頼まんやろ。氷こんだけましたから。ともこさんトイレしょっちゅう行ってますか？皆さん今ともこさんの暴行具合がものすごい心配になってますから、ね、今日のちょっとメインテーマになりつつあるんです。ともこさんどんどんともこさん愛がすごくなってきてますよね。来年はタイ行けるでしょう。来年でしょうね。オフ会やりましょう。ぜひなんか皆さん飲みたいですね。まだ420人もいるんですよ。すごいですよね。あ、オフ会やりましょう。まあ、今年は多分難しそうですね。タイはいつ観光客受け入れますか？多分来年になるんじゃないかなと思います。今年はちょっと厳しいんじゃないかな。あ、な、増えましたね。チューチュー笑い、チューチューロン、チューロン、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 ロン君、20歳です。どんなロン君も増えてカメラ目線です。ロン君、ロン君、ロン君、ずっとカメラ見てる。ロンちゃん最高っすね。20歳ですよ。20歳の時何してたの？20歳の時ね、バンドやってました。昔ロン毛でしたね。昔こう見ても昔サーフィンやってたんです。20代その時超ロン毛でした。あーかーちょけよかー、いやーちょけよともこさん出てきた。あ、ともこさん、ニュースさん飲みますね。大丈夫ですか、ともこさん。ともこさんね、誰なんですかって僕も知らないですけど、なんでともこさんがこんだけフューチャーされだしたのかちょっとよく分かんなくなっちゃう。時代はともこ、ともこさんすごいっすね。トイレで持ってきましたね。というかもうともこさんにこのフライドポテトも全部食べてほしいぐらいですよ。本当にこのポテトフライが減らないんですけど、どうしたらいいんですか？誰ですか、このポテトフライ頼んでくださいって言ったの。銀米お米食べないマイペラ言われて、いらんって。寂しい話や。あげようかいね、それは僕でも言いますよ。いらんって。別にフレンチフライ食いに来たわけじゃないですからね。街灯食べます。フレンチフライ冷めた鉛筆みたいになってますが、もう冷めた鉛筆以下ですよ。だんだん大阪弁全開になってきましたね。でも結構ねお客さんも増えてきてますよ。みたいな感じで、いやーよう飲みましたね。いや強くね、もうやばいですね。もうやばいですよ。あ、ともこさんどこ行ったんですかね。ともこさん寝たんじゃないですか。もう寝てへんね。あ、寝てへん。ともこさん出てきた。ともこさん出てきた。ともこさん何してたん。あ、僕の YouTube 見てたんですか、このライブの途中に。すごいですね、ともこさん。ライブやってる人の YouTube を今見るみたいな。それ後で見るでしょ。そろそろね、ちょっと止めましょうか。すみません、今日いろいろと最後までまだ350人の方が見ていただいてるんですけども、ありがとうございます。でまたやります。最初にも告知したように、ちょっと私ですね、バンコクで旅行会社をやってるので、まあ、旅行業で収入が全くないっていうのもありまして、今後ちょっとオンラインツアーっていうのをやっていこうと思ってます。もちろんこの別にだから YouTube ライブもやっていくんですけども、さらにもっとこう濃いツアーっていうか、そういうものをですね、ツアーでお届けできたらなと思ってます。もしそういったことに興味があれば、ぜひそちらでもご支援ご協力いただければなと思います。今日本当にちょっと僕は本当にビール飲みすぎてですね、ちょっとグダグダなってますけども、今日は本当に長い時間、まだ未だに360人も方々が付き合いいただいてるということで本当に嬉しく思います。もっともっとタイを伝えたいです。いろんな意味で僕しか伝えれないタイの良さとかあるなと思ってるんで、それがライブであったりとか、いつもの YouTube 配信であったりとか、それは各々あると思うので、どちらかでいつもお付き合いいただけたらと思います。今日は長い時間本当にありがとうございました。いろいろとご意見といただければ嬉しいです。最後また見せましょうか。ね、おお、すげえ。
มาแล้วเนี่ยอาเซ่ภาษาญี่ปุ่นไอ้ซ่าภาษาญี่ปุ่นดิอะไรเนี่ยสวัสดีพูดว่าไงคะภาษาญี่ปุ่นสวัสดีพูดว่าไงคุณบังวาฮะคุณบังวาไม่ใช่บ้างใช่ไหมเนี่ยใช่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 ใช